安脇って牽制しないって有名じゃないですか。うん、なんで聞いたことありますね。なんでしないのに選手は走らないんですかって。なんでですかね。いや、わかんないですけど、まあ確かに不思議よね。まあ抑えで投げるピッチャーですから、まあ究極な場面ですよね。1点勝ちとか勝ってる時に出てくるじゃないですか。まあもし塁に出たとしても、万が一アウトになった場合ってもう試合終了なんで、でも作戦的にはちょっとギャンブル的な要素が強いかな。そうですよね、できるのはね、うん、もしね、牽制ないって言ってても、もしかして来るかもしれないっていうのはどっかであるんで、まあ、で僕だったら走れると思うんですよね。うん、やっぱりその究極な場面をいつもイメージして通る、あの練習してるんで、だ1点ビハインド、2アウトで走れるかどうかっていうところをいつも練習してるんで、僕だったら走ります。